どうも、一免許を持ってる芸人、シュンシュンクリニック P です。今回も、アシナスの一週間コラボでございます。ということで、よろしくお願いします。お願いします、おじいちゃん。お願いします。もうお昼は大体、普段は寝てる感じ、この時間は。はい、2時ぐらいは。大体寝てるわね。そうか。じゃあ、すいません、はい、ちょっと、こんな動画を撮ってみたいな感じで。はい、ちょっとおじいちゃんにいろいろ質問したいことあって、僕あの、やる質問されても、答えようがないかもしれない。いや、でも僕シンプルに、戦争の話とか聞きたいんですよね。全然医療とは関係ないかもしれないんですけど、なんとなく40歳ぐらいとかになってきて、なんかこういう話とかってよりもっと聞いとかなきゃいけないっていう、その体験された方に。それって、おじいちゃん、戦争の時っておじいちゃんは、でも20歳ぐらいとかですよね。20歳ですね。1923年生まれって言ってたっけ、うん、そうですね。おじいちゃんは戦争は参加されたんですか？戦争っていう戦争はないですよね。ああ、うん。ただ、そういう戦争の教育の話とか、そういうものはある、しょっちゅうあったけれども。うん、でも、18歳で東京来られたって言ってましたもんね。ってことは、18歳ってことは1941年ってことだから、そういうのもちょっとわかんないんだよ。何年に 何歳だなって言われても。ちょっとあやふやなんですよ。うん、あ、そうなんだ。なんか、じいちゃんが言うたびにずれるんで、その本出すときも、いろいろ。あ、そうか、そうか。そのたびにちょっと前回と違ってるじゃん。そう、21なのかなんとか。まあ、そこら辺はまあ記憶が。あ、そうか。記録が残ってないんで。難しいんだよね。なあ。あ、じゃあその時に借り出されてどっか行ったりとか、そういうことはなかったんですか？ないですね。いや、あなた満州行ったでしょ。え、あ、そうなの？あ、そうなんだ。おじいちゃん。ひろき。でもそっか、そこまで鮮明には覚えてないか。その、じいちゃんの中の、その戦争にがっつりっていうのは、これ多分、わかんない。使えるかどうかわかんないですけど、おじいちゃん多分、人をどうとか、そういうのあまり話したがらない。多分消してると思う、自分の中で。あ、なるほどね。そっか。絶対にもうそこだけは話せないっていうラインはあるんですよ。なるほど、なるほど。まあ確かにそうか。そうで、じゃない普通の生活の話題は多分話してくれると思う。なるほど、まあそうだね。確かにそれはそうだわ。はい、安易にちょっと、うちらの感覚というか。そう。本当にそれを、真っ只中だったらね、それはあるかもしれない。安易に聞いてはいけない部分と。そうか。あ、でも満州とかに行かれてたのか。満州行ってたな、じいちゃん。満州。なあ。よく僕らのイメージで言う本当にあの防空壕になんか逃げてとか本当そういうイメージしかないんですけど、そういう空襲みたいなのもあって、そういう生活で大変だったりとかはでもあったってことですよね。だから防空壕なんていうのは作ってはいるけれども、そこに入ったっていう感覚は全然ないんだよね。これはもうそうですね、聞きました、おじいちゃん。なんか満州で、満州っていうところは、そう、戦争、日本では戦争っていうあれがあるけれども、満州にいてる戦争なんていうのはあったんだかないんだか分からん、わけわかんない。めっちゃ面白くないですか？すっごくイメージあるじゃないですか、うん、みんな食べるもん困って、うん、僕を隠れて兵隊は命からがらこう戦ってみたいな、うん、おじいちゃんの地域はいっぱいご飯あったし、で美味しかったんだよね、その時ね。うん、何にもないんだよね。日本軍がすごい強い地域におじいちゃんは行ったらしくて、そこに使用人としてその満州の方々がいっぱいご飯とか持ってきてくれたりとかしたから、あ、すごい良かったよっていう話が。そう。あ、そうなんだ。ね、うん、だから食事の苦労なんてのは全然ないですよ。そうなんですね、うん。じゃあ本当にちょっとそのイメージとかっていうのがあるんだろうね。今までのテレビや。内地では、そういう苦労をしてるだけで。そっかそっか。海外ではそんな苦労はなかったんだよね。だから、あれですよ、それこそ、僕は YouTube やってコメント来たのが、おじいちゃんが餃子とかラーメン見ると吐き気がしちゃいますみたいな。ほう。要はそういうの思い出してみたいな。って方もいる中で、おじいちゃんやっぱ中華今でも大好き。確かにさっきも唐揚げとエビチリ食ったしね。中華大好き、餃子とかも大好きだし。じゃあ人によるんか、そのやっぱり。だ、そうなんですよ。結構稀有な存在というか、まあ、辛いこともあったでしょうけど。まあそうだよね、うん。
いろんな人くくりに行ってもね、辛いろんな人がいるね、はい。おじいちゃんは結婚はいつされたんですか？何年だろう。何年だろうな。何歳ぐらい？20歳とか。帰ってきてだから。24、26とかなんじゃないか？そんなところだろうね。うん、好きでした、結構、うん。好きでした、奥さん。うん、大好き。もういないもんね。好きも嫌いだって言っても誰もいいんだよ。悲しいな。悲しいこと言わせないでくださいよ。ごめんなさい、そんな。映画みたいなセリフ言ってたんですよ、今。そうじゃなかったんですけど、うん。どんなところがなんか良かったとかあります？そんなところはないよね。どこないとか悪いとか。うん、一緒にいて。完全お見合い。ああ、うん、でも俺もあの医者とおばあちゃんで組んでるおばあちゃんも お見合いって言ってた気がする。で、じいちゃんはもうハイパー盾というか、ハイパー仁義を重んじる人なんで。あれ誰だっけな、おじいちゃん誰って言ったっけ、誰かの紹介なんだよな、親族のお兄ちゃんが。ばあちゃんってさ、誰の紹介の見合いであったんだっけ。あれも今はいないけど。うん。なんでしたっけ、近くにね、うん、いたんだよな、その俺の友達って言ったんじゃ、うん、本当の友達じゃないんだ、うん、うん、付き合って、うん、いろんなことに携わったっていうことじゃないんだよね、うん、ただか顔は知ってるって言っただけのことであって、うん、そういう人に紹介してもらったの、うん、その人がなるほど、うん、あっちこっち歩いて探してくれたんだよね、うん、8年兄弟って言ってたもんね。そうですね、その兄弟なのかご親族の方なのかが、いや今多分友達って、今そんなに仲良くない友達から紹介されてって話したんで、多分合コン仲間みたいな今で言う合コン仲間的な感じか、合コン仲間みたいな、そこまで仲良くはないけど、はい、知り合いの知り合いみたいな。俺前違かったけど、まあ、兄弟みたいな話聞いたけど違かった。いいか、まあお孫さんとアシナスと一緒に暮らしてますけど、生活的にはどうですか、お二人で。もう10年ぐらい暮らしてる。13年目ですかね今。そうか、普段はでもアシナスがお孫さんがいろいろやってくれてるわけですもんね、いろいろ外出たりとか、はいはい、そこら辺はまあでも感謝というか、本当にアシナスいなければ出たりすることもできないわけだ、ね、まあまあまあ、まあ、今おじいちゃんはね。普段はどこに一緒に行かれるんですか、この辺お散歩したりとか。ほとんどもう今は一人では出歩かないですよ、もうここで寝てるだけですよ。あ、うん、たまに外とかお散歩、孫が、うんうん、どこそれ行くかっていうので、出てくないね。だってこの前も温泉行ってましたしね。うん、温泉をしょっちゅう連れてくれる、ね。あ、すごいね。へ、はい。どこ行きました今まで。今まで、逗子行ってるか。ああ、すげえな、マジで。よく覚えてんな、うん。結構前。いや、この前です。でもすごいね、ちゃんとしっかり理解して。もう忘れちゃうんだ、すぐにね。うん、まあ、これが困るんだよ。寿司って言えの、すごい、伊豆なんですけどね。あれも。伊豆ほぼ合ってるんだよ。確かに。すげえ。すごい。嬉しいな。さすがだ。気持ちよかったですか、はい、気持ちよかったですか、はい、あ、いいね。いや、でもすごい。行ったことないようなとこに連れてってもらうもんだから、ね。あ、この間なんか富士山の、はい、下まで行って見てきたんだね。へぇ、それは温泉みたいな、単純温泉ですね。あの、バリア。何があっちゃ、こう、川口湖とか、なんとかって湖も、ね。お、すげえな。すごい。よくそれ、だって去年だよ、それ。わ、すごい。うん。わかんなくなっちゃうんだよ、わかってたよ、ずっと。ずっと今わかってたよ。ところどころ知ってるけども。うんうんうん、忘れちゃうんだね。なんて言ったっけな。でもだいぶすごいね、しっかり記憶されてて、うん、だそれのためにまあ動画があんまり伸びないんですよ、旅行の動画って。あ、そうなんだ。他の動画の方が伸びたりするんで、
旅行の動画を撮っとくと何がいいかって、じいちゃんがこの見て思い出せるんですよ。あ、ここ、なんか行ったな、みたいな。で、そうするとやっぱ脳に刺激が来るから、ずっと家にいるのもあんま良くないし。なるほどね。そうか。うん、脳梗塞になった時にお医者さんに、何ですか、機能法なんですけど、数学的機能法ではなく、やった違う。機能法なんですっけ、あ、回帰法だ、ごめんなさい。昔のこととか昔遊んだところ行って、思い出させると、脳の刺激がいいみたいな、ボケ防止になるみたいなのを聞いて、脳梗塞になって喋れなくもなっちゃったから、昔よくおじいちゃんと遊んだ公園に、車で行くところがあるんですけど、そこにお弁当作って一緒に行ったりとか、あと近くの公園、おじいちゃんと一緒に遊んだ公園で、おじいちゃんにやってもらったなんかこうぶら下がるやつをおじいちゃんにやらせたりとか、とかを、とにかくもうやりまくったんですよ。動画撮らずに行った時もあって、やってたら、なんか、もう、ある日、一週間ぐらい経った時に公園また行ってて、車で、レンタカー借りて。行ったら、あ、かな、新一がなんちゃらかんちゃらで、みたいな、めっちゃ話すようになって、で、笑い始めて、おー、元気になってるみたいな。あ、すごいね。それ、いいね。そう。あ、じゃあそういうの試してなかった人はやってみる価値はある、ね、絶対やった方がいいと思います。昔のこと。あとは、僕はその日から、じいちゃんが脳梗塞になってから、家計簿をつけてもらうようにして、おじいちゃんに、今日使ったもので俺これなんだけどお願いしていいって言って、おじいちゃんに。あるかねえか、さすがに。奥の方にあるかもしれないけど。家計簿をつける。めちゃくちゃっすよ。字も書けてないし、字ももう、本当、信頼やってる人みたいな感じになってはいるんですけど、このなんか、何か任せてこう仕事をしてる感じが、昔はじいちゃんここで物を書いたりとかそういうのしてたんで、そういうことやると、やっぱ脳に刺激がいいみたいなこと聞いたんで。はい。書いたり考えたりすること大事だし、まあでも実際にそれ出かけてね、そういうところ、昔のところとか行くのってめっちゃいいね。うん、そうっすよね、なんか。ああ、それは試してみる価値ありかと。そうか、ごめんなさい、おじいちゃん、ちょっといろいろ聞いてしまって、ありがとうございます。いろいろ聞かせていただいて。ほとんど忘れちゃってるからね。いや、だいぶ覚えてましたけどね。すごいですよ。結構だいぶ覚えてましたよ。こんだけしっかり話されるだけで、だいぶすごいことだと思います。はい。じゃあ、またちょっと遊び来させてください。おじいちゃん。はい。今日こうやってお医者さんが、お家来てお話聞いてくれたけど、うん、お医者さんのことはどう思ってます？うん、お医者さんのことは分かんない俺は。なんか、うん、どういう印象？優しかった？優しかったね。うん、優しかったお医者さんとは思えないほど、うん、お医者さんが悪いみたいじゃん、それじゃ、うん、確かに、うん、原因があるってんじゃなくて、うんうん、本当に威張ってんのかなって思われるようなお医者さんではないんだ。そうだな。ああ、そうですね。先生とかよく言います。庶民的なお医者さんだよね。ああ、ありがとうございます。どう思うわ。ね、肌も黒いし。はい。関係ないよ。よかった。はい。庶民的だから。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとまた遊びに来させてください。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。お願いします。ということで、この動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。アシナスの1週間の方もコラボ動画載せてますのでチェックしてください。あと本も出てるのでそちらもすごくためになるし感動できると思います。お願いします。あと4月22日月曜日19時から大阪の方で、トークライブやらせていただきますので、あ、そうだ、ぜひお越しください。ぜひよろしくお願いします、はい、それではまた次回、せーの、シュッ。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。